ラビナルは、グアテマラのバハベラパス県に位置する人口15,157人の小さな町であり、同名のムニシピオの成長所在地になっている。ムニシピオ全体では336平方キロメートルの面積があり、人口は4797人である。地元民は、主にアチゴを放す先住民のアチ族である。ラビナルは、コバミサカプラスと、 同様、ドミニコ会のバルトロメデラスカサスによって1537年に設立された。バロック様式の大きなカトリック教会は1572年に完成した。1850年当時、の人口は約6500人と推定される。この頃に、ラビナルの教区司祭を務めたシャルル・エティエン・ヌブラス・スールド・ブールブールは、高地マヤを研究し、この地に伝わる。 舞踊劇であるラビナルアチの台本とそのフランス語訳を帰国後の1862年に出版した。グアテマラ内戦ではラビナルのムニシピオは最も血なまぐさい虐殺の地となり、その中にはプランでサンチェスの虐殺が含まれる。ラビナル氏自身でも1981年の独立記念日の祝祭の中で大規模な虐殺が発生した。 ラビナルの街は巨大な植民地時代のバロック式の教会を誇りにしている。教会の傍らには小さな私立博物館があり、地方の文化や1980年代の虐殺を扱ったコーナーがある。周辺の丘には先コロンブス期の様々な考古学遺跡がある。守護聖人である聖パウロの祭りが毎年1月25日に開催され、この時に踊られる舞踊で知られる。 その中で、アチ族とキチ族の伝説的な戦いを再現したラビナルアッチはユネスコの無形文化遺産に選ばれた。ラビナルはサバナ気候に属している。ありがとうございます。